ローリー・ニコルはアメリカ合衆国生まれカナダ在住のフィギュアスケート振付師。選手時代は女子シングルの選手として全米選手権に出場した。19歳でジョン・カリー率いるアイスショーのメンバーとなり1983年には世界プロ選手権で銀メダルを獲得している。1996年世界チャンピオンとなったミシェル・クワンの サロメの振付師として一躍脚光を浴びる。手がけるプログラムの幅は広く、スケーターの個性を強く表したプログラムが多いと、される。音楽の中に自然に要素を盛り込み、洗練された振付が評価されている。すぐりあ恵によると、ニコルは、選手自身が振付を難しくすることには寛容だが、手を抜いているのを見つけるとその選手にメールを送って、 注意するのだという。a b c d e f g h i j u a 上保編、all, about figure skate p e 2005年11月、P50ABCDEF、フィギュアスケート振付師ファイル、フィギュアスケートデイズボリューム8クス出版、2009年2月、ピアニッシュ76から77、日本女子、フィギュアスケートオフィシャル応援ブック2006実行の、日本社、 2005年10月 P27 ありがとうございます。